お腹を引っ込めたい方は今回のゴキブリ腹筋がおすすめです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、たった30秒で腹筋にしっかり効くゴキブリ腹筋というのを紹介します。最大のメリットとしては、腹筋全体に簡単に効かすことができます。通常のメリットとしては、腹筋に効かすことができます。負荷を上げることができます。腰を痛めにくいです。デメリットとしては、首が弱い方は首の前側がね、少し疲れると思います。腰が硬い方は上体を少し起こすことが難しいので、もしかするとね、背中が少しね上がってこなければ、足だけでゴキブリ腹筋する感じになります。ちょっと効きがね悪くなります。ではやり方を説明します。ゴキブリ腹筋なんですけども、よくゴキブリ体操というのがあるんですけども、まあ、ご存知ない方にはちょっと説明します。寝た状態で足を上げて、手も上げて、ブラ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 、ゴキブリがひっくり返った感じの体操です。これでしっかり手足のむくみがね取れるゴキブリ体操なんですけども、今回は手と足の位置を変えて腹筋に効かします。ちょっとやってみます。腰がまず浮かないように骨盤を立てます。そして足は真上よりも斜めに下ろします。45度です。腰が浮いちゃう方は少しだけ膝を曲げてもいいです。腰が浮かない上手な方は足を伸ばしてやってください。で、手はですね、斜め後ろです。頭も顎を上げて上を向いておきます。そこで肩を起こします。起こす、足を斜め45度、上を向く、手は自分の目線の方です。こういった感じです。これでブラ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 っていうのを30秒間行います。腹筋の上部から腹筋の下部までしっかり効きますから、30秒間一緒に頑張って耐えてください。呼吸はできるだけ長く吐いて早く吸う、長く吐いて早く吸う、だいたい3回から4回の呼吸で30秒間耐えてください。もし首が疲れる方は少しだけ首を丸めてもいいです。ですが、手はできるだけ斜め後ろです。ここでブラ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 、首が強い方は上を向いてブラブラブラ、頑張っていきましょう。いきます。お疲れ様でした。どうでしたか、腹筋30秒、ゴキブリ腹筋、結構お腹に来たんでしょうか、どうでしょうか。いやー疲れましたね。いやー、しっかりね、手足をブルブルすることで腹筋に負荷がね、クク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 クという風にねかかってしまいます。そしてしっかりね、お腹に力が入ったまま手足を伸ばしますので、腹筋がしっかりね伸ばされた状態で負荷が加わりますので、腹筋全体にしっかり効いたと思います。よく頑張ってくれました、ありがとうございました。いや、今回もね、下手くそな絵がここについてますけども、まあ、ゴキブリ腹筋よく効きました。お疲れでした。頑張った方、勉強した方、よかったらグッドボタンとコメントよろしくお願いします。しっかりね、腹筋をやってったりするっていうことが、まあ、もちろん大切なんですけども、頑張ったことを記録することもねすごい大切です。ですので、コメント欄を自由に使ってください。コメント欄に何日丸っていう感じでね、頑張った日をつけてって、まあ、毎日ね、たったの30秒ですから、
いつもエクササイズやってるのにプラスアルファしてもらって腹筋に効かしてください。今回もご視聴ありがとうございました。